はい、どうもくみつーです。久しぶりにスプラトゥーンのフェスの動画撮っていきたいと思います。ね、2回ぐらいちょっと撮れなかったんで超久しぶりなんだけど、今回はどっちになりたい、騎士か魔法使いということで、まあね、可愛さで言ったら当然魔法使いって感じなんですけど、私なんか初めてやったドラゴンクエスト9のやつでさ、自分の職業を魔法戦士にしてたんだよねどっちも取ってるみんななんかもしかして戦士だからそっちにするわとか、魔法使いにしてたからそっちにするわって言うと思ったでしょ。魔法戦士だったただその時にね、ちょっと後悔したんだよね。ああ、なんか自分物理職の方が向いてるわと思って、やっぱ直接殴ってる方が相手にダメージ与えてる気分になれるんで、可愛いけどね、したいけど自分の性質上ちょっと騎士にしようかなと思います。今回は参加しよう。お、一発目からミステリーゾーン来ました。可愛い、なんか縄張りバトルの周りの模様が。はい、PM2.5 対策用にマスクかぶってきましたから、ガチのガチの方にマスクかぶってるね。ちなみに PM2.5 とは 2.5 マイクロメートル以下の粒子のことを指します。リケジョ要素を出していく。はい、決まった、いけ、あまわーし、雨にやられる。排気ガスとかもね、そうですけど、ちっちゃいから体にね奥まで入り込んでやばいと、そういうことです。まあ、そんなことはどうでもいい、敵をね倒していきたい。まあでも意外と体って操作覚えてるもんですよ大丈夫、いけてるから、まあでもぬるいことっていう風にしてもいいけど、どうも、なんか敵っていうか味方が強すぎて、なんかそんなにあれだな。オッケー、2人出た。ここクリーナー回、はい、ここもなんか分からんけど取る、なんか縄張りを取る系なんだな、このミステリーゾーン。うわー、一緒に来たお前もだよ、お前もなんだよ、やった、間違えた、あ、落ちてった落ちてった。復活したやつを買っていく、枯れなかった、やった、あ、やられちゃうしかまだ1分入るんで、正直あんまりね、最初に押してても結局みんなさ最後にギリギリやられちゃって逆転なんてことも全然あり得るので、はい、もう全然あれだな、みんな生きてますね。多分このエリアを取ってると、この色、このこれクリーナーがその色のやつにしてくれるって感じなんだろうな。はい、強いな味方強いな。2人、あー入れなかった、もうちょっと待ってなかった、強い強い、あーやばい、あ、よしよしよし、あー悔しい。でもなんかめっちゃいいんだけど、あー強いな、これなんかちょっと強いな強い強いな、強すぎる、強いしか言いようがない、これなんだこれはい、撃て撃て、投げろ、強かったなブランクを一切感じさせない、まあ味方のおかげでもあるけど、うん、いい戦いだった。すげえ、何すごいって、あれもしかして敵落ちてたとかあったかな。勝ちました、やった、マスクで息がしづらい中めちゃくちゃいい動きをしていく。オッケ
あ、二度目。あ、まさかの。でもさっきの感じでいけば、メンバーもね、三人一緒の人なんで。うわ、光ってるな。大抵光ってる人いっぱいいたよ。まずいかもしれんけど、大丈夫。誰が抜けたのかちょっと覚えてないけど、1位の人が抜けてたら困るけど。塗ってこ、塗ってこ。で、私今ちょっと時間ないんで、マジで。もうそろ3時、3時になっちゃうから。あ、全員入れた、ラッキー。今、下噛んだ。痛い。下噛んだ。ナイス。こっちにおびき寄せてからの、穴か。あー、行くぞー。あー、やられた。大丈夫。私は、あ、敵は自陣濡れてないんで、私、そう、自陣濡るわ。みんないいよ、先生行って。ワイが頑張るで。こうね、自陣濡り大切だから、マジで。うんうん。私が塗ってく、塗ってく。あ、ちょっと真ん中。あ、あ、バカ。おほほ、あぶね。ただ、そう。真ん中取られちゃってるから、これでちょっと溜めて、ナイス。倒した。時には前に出ないことも大切だと言っています。心の私が。ああ、やられた。みんなで、そうそう、みんなで行く。うっとしな、あの人。よしよし、ナイスナイス。で、私も上に登り、うんうん、いいいい。上から、上からやってくんな。あ、私がやりますよ、皆さん。3人やった。やばい、やられた、頑張って。あー、やばい、10倍マッチ勝ちて。10倍マッチ勝ちてよ。ね、ポイントが10倍になる。あ、あ、やだやだ。お、逃がさねえの。いいぞいいぞ。あー、うざうざうざ、うじゃうじゃうじゃ、だだだだだだだよ、ナイス。ナイスナイスナイス。使え使え。なにこれ、めちゃくちゃ荒らされてるんだけど。うーわーうわー、あんまりハマってる場合じゃないよ。あ、でもナイス。あー、二人連勝った、くそー。味方に任せて、ナイスナイス。真ん中を取ろう。真ん中を取れば勝手にやってくれるから。よしよしよし、任え、いいぞいいぞ。ぬれ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 、クイズぬれ。あーし、うぃーった。やったじゃん。やったんでは、やったのでは。ほらね、自陣も全然向こう濡れてないし。これは拍手に値するのでは。あ、じゃあじゃあ、私結構塗りで貢献したと思うわ。自分で言うのもなんだけど。やったー、勝てた、10倍マッチ、ラッキー。やっぱね、伊達に世界救ってないでしょ、いつも。騎士になって。だいたいね、剣持ってる勇者になってますから。え、ミステリーゾーンばっかり。いいけど。いいけど。うん。同じ人だね、やっぱり。あ、光ってない。これは、勝ったんでは。光ってる人いなかったよ、相手。さっき光ってる人が3人くらいいたから、ちょっと、ね、やっぱり危ないなっていう感じだったけど。ワンチャンあるで。あいーし。じゃあ、ぬるぬる。ぬるだよ。縄張りバトルだからね。いいぞー。雨がやだ。まあ、花粉、PM2.5 じゃないけど、花粉の方が辛いな、私。本当に。鼻声なのは花粉のせいだからね。花粉のせいですよ。目がかゆいんだわ。てか、目がかゆいんだ。
いや、めっちゃ目薬さすもんね。一日何回も。あ、どこだ。あ、やだ。雨だ、やだ。でもさ、書いたらダメなんだよ。書いたら大変なことになるの。前、さ、自分の欲望に任せて目を書いたらさ、もう常になんか何もしなくても目がゴロゴロするようになっちゃってさ、違和感がだからあるわけ。だからなんかゴミ入ってんのかなって思ってさ、でもそうじゃないんだよ。本当にただ目描きすぎて多分傷ついて目がずっとゴロゴロしてて、だからダメだよみんな描いたら本当に。はい、攻めてる人たちに言った方が良かったか。おー、ナイスー、ナイトー、いいじゃないの、すごいな、今日は勝ちまくりだ。やっかけていってって、上から来るぞ、気をつけろ。おっしゃー、あー、はい、ドゥー、あ、しゃしゃしゃ、いいですね、やばー、なんかあれ、国2ってやっぱ強いんじゃねって思ってきた最近のスプラ動画ではあまり活躍できなかったんで、はい、インクインク、あー、2人、全言撤回するわ、勝ったけど勝ったけども全言撤回するわ、ちょっと、うん、惜しかったね、クリツめちゃくちゃ強くなってそうだったのに惜しかったあ、でもちょっとわ、気持ちのいい試合が取れちゃったわ。今日3時まであと30分くらいしかないんで、私はこのまま最後まで突っ走りますわ。動画はここで終わりたいと思います。やっぱ楽しいね、スプラ。バイバイ。